回びっくりさせられる。おもろい。え、なんでこれ、あ、できてなかったんだ。ごめん、アイコジ。なんか、アイコジのせいにしとった。ごめん。え、なになになに、アイコジのせいにしとった。嘘。それは嘘。え、どういうこと？いや、もういいよ。忘れて。もう面白い。え、なんかごめん。申し訳なくなってきた。なんで？なんで？なんかごめん。いや、さっきね、さっきあの9時からタム吉で、で、うん、15分からあやぱんで、で30分から今ゆらちゃんが鳥で最後でやってきた。今日は愛子寺の日だっけ。そうなんです。ありがとうございます。本当に待って、愛子寺の日って、愛子寺の日、ちょっとみんなにお礼の何か用意しとかんと、ちょっと無理言って。何が？お礼の何？お礼の何？あ、私たちにお礼の？うん、お礼の何か。何か用意しとく。やったー。何がいいかな。やばい、なんかテレビでもしとるみたい。本当ね。なんかさ、あのさっきさ、あやぱんのルームのあコラボしとって、うん、で、あのあやぱん、違う、たむきちに、うん、あいこじの日でちょっとネタ切れしてきたから、なんかこう、うん、ネタがあるか、うん、なんかこうアドバイスちょうだいみたいな感じで聞いたんよ、うんうん、そしたらいろいろもらえて、うん、メモ持っとって、うん、次にあやぱんににあの記憶力がいいから、なんか何でもこうそつなくこなすイメージなのね、あやぱって、うん、だから、うん、記憶力が良くなる方法を教えてって聞いたら、うん、なんか、まあ、結構すごい感覚を磨けばみたいな感じでいいアドバイスがもらえたんよ、うん、でもなんか記憶力ってなんかゆらちゃんの方が良くないみたいな話。そう、なんかさっき来た、なんか私の話になってますみたいな。そう、自分になってますイエイエイみたいなの来た。そうだって、でもなんか、え、でも今日すごい記憶力、うん、いいって言うけど、今日すっごいなんか間違えてること、なんか間違えたことあったよねって言って、うん、あの覚えとる？え？覚えてない。え、今日ゆらが、うん、わかる？覚えてない。お前それもそれは覚えてない？うん。そう。え？ユロが間違えたこと？うん。え、なんか今日さ、うん、ほんまに分からん。イベントやったやん。うん。でそれであの集合場所で、うん、集まってる、集まってて、で、あと。あ、来てない。来てない。あの人の気がするって言ってさ、うん、全然違う人のことをさ、そう。ちょっと申し訳なかった。なんか今日はちょっとじゃあ皆さんにこの状況をお伝えすると、うん、まああのですね、今日は、まあ、イベントがありまして、うん、それであのイベントがあったんですけど、なんかその10人の方がイベントなんですよね。それであの10人中9人の方しか、まあ、あの本、あのなんか本番じゃない、あのその集合時間直前に9人の方しかいなくて、それで1人の方がなんかそいなかったんですよ。それであれどこなんだあれどこなんだろうってみんなで言ってて、それでなんか、ま、その辺りに歩いてたその男の方がいたんですけど、あ、この方だよってユラが、この方があのいない、うん、この方だよって。でもその方は普通になんかぐる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 回ってたんですよ。だから、あ、この方はなんかシャイなんだなみたいな、なんかシャイでなんか輪に入りにくいのかなみたいな。そうそしたらちょっと全く無関係の散歩をしている男の方でしたので、本当に申し訳なかったです。ごめんなさい。この場を借りて謝りたいと思います。ごめんなさい。面白かったっていうことですね。うん、でもほんまにあの人かと思ったわ。いや、ほんとなんか記憶力いいとかいう話しとったけど全然当てにならんやんって。いいよ、いやは記憶力いい。いやは記憶力いいんですよ。
面白い。じゃあゆらちゃんにあの聞きたいことをじゃあ今から聞くわ。うん。ダンスはどうしたら上手くなりますか。なんでゆらないけん。上手くないけん。え、でもこの間のあの舞台のやつでさ、あの黒い衣装着て踊っとったやつあってとこあったやん。うん。あれめっちゃなんか、え、さすがって思った。タムキチもめっちゃ上手いし、なんかおミニスタジオの2人さすがやなみたいな思った。でも私はですね、ちょっとあんま、あ、私はちょっとあんまりちょっとなんだそのペットボトル。私はあんまり自信はございませんので、あの、うん、なのでちょっとあの後の自分のダンスはあの一度も見ておりません。怖いね。え、なんでそうなん。うん、見てない。怖い怖い怖い、やだやだやだ。なんでなんかさ、自信ないのにさ、いつもさ本番になったらさ発揮するよね。え、どういうことなんかいつもさ、なんかもう無理もう無理って言ってたのにさ、いきなりさ、でもすごいすごいなって思う。そんなしてない。だからなんかもっと気づい、自信持って気づいたらいいのになって思う。いや、私はないですよ。え、じゃあ踊るときに気をつけとることとかなんかあるん？うん。ない？え、わかんわかんなんかね、うん、ちなみにね、私のお父さんね、うん、池田ちゃん推しなんよ。え、そうそう、毎日めっちゃ嬉しい。嬉しい。池田ちゃんはね、なんかね、すごいあの素直なところがいいんだって。じゃあ愛子寺のお父さん池団地で。池団地。池団地だからアイコジ。それがあれ？ファンの名前？そう。うーん、池団地ね。じゃあ言っといて、お父さんに言っとく。おもろ。アイコジパパありがとうございますので。ありがとうございます。ウケる。じゃあゆらちゃん本当面白いわってことよ。まあそういうこと。え、でも聞けてない。なんか聞けてない。なんか何、まあ、今2人ともさいいこと聞けたのにさ、うん、池田ちゃんだけさ、うん、何にも得れてないんやけど。え、なんで。得られてないんやけど。なんでよ。私はなんかメモ持ったのめっちゃおもろい。なんだっけ、質問なんだったっけ。ダンスするときにあの気をつけてること。気をつけてること、うん、え、ある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 。はい、何ですか。横の人に怪我しないように、うん、ぶつからないように心がける。ほんまにこれマジ。あ、そうな。うん、え、でもそれ気をつけとるのにうまく踊れるん？いや、うまく踊れてございません。いや、もうそういうの、そういうあのもういいよ。もう遠慮はいらんの。いや、もうなんか私はできませんぜとかはもうちょっと一旦置いといて。私はですね、あのやっぱりあの隣の人にぶつからないようにすることとですね、うん、あとはですね、ヘラヘラした自分を出さないということです。あ、抑える、すごい。はい、そうです。ヘラヘラ、なんかどんだけその、うん、何ダンスをする前とか、あの、うん、歌う前にあの面白いことが起きたとしても絶対にそのことは思い出しません。すごい。え、だって無理、だって笑っちまうもん。だってもう無理だもん。笑っちまう。笑っちまうもん。笑っちまう。笑っちまうから絶対もうダメ。もうこれで、あ、切り替えるんや。そう、もうダメ笑ったら。へー、そういうこと。え、めっちゃためになった。え。やった。ためになったって。めっちゃためになった。え、なんかみんなすごいね。なんかこうやっぱ聞いていくとさ、うん、
なんかちゃんと考えとんやなって思った。え、聞いていくとね、え、誰なんかインタビューの人インタビューの人だったっけ、あいこに。いやでもなんかすごいこういう機会ないけんさ、こういうのを使って聞くのもいいかなと思って勉強になった。やった。じゃあ次はゆらが聞いてもいい、あいこじに。いいよ。ですね、どうしたらそんなに服がおしゃれになるのかっていうとねなんかやばい、マジでなんかちょっとなんかミニスタジオの、そんなことない、何人かで遊びに行った時があったんですよ。皆さん遊びに行ったっていうか、なんかお出かけイエイイエイみたいな感じでなんかあったじゃん。あったね、あったね。お出かけイエイイエイみたいな感じで、うん、行ったんですよ。え、なんかあいこじがマジで似合うっていう感じの服を着とる。なんかあいこじが似合うみたいな、なんかあるじゃん。なんか他の人が着てもなんか、それはなんか、あ、可愛いってなるけど、なんかあいこじがやっぱ着るけんないいみたいな、なんかわかる、なんかあいこじの、じゃあみんな着る、あいこじのファッションを一言で表したら、なんかハッシュタグ映えみたいな、ハッシュタグカフェ女子みたいな、ハッシュタグカフェ好きな人とつながりたいみたいな、なんか そういう感じのなんかファッションなの、なんかわかる。なんかさ、なんかあれとか部屋にさつけて、そう、なんか何枯葉じゃなくて、なんだっけ、ドライフラワー、そう、ドライフラワーの高さになっとるやつとか壁に貼ってそうだもん。貼ってません。貼ってない？貼ってないです。絶対貼っとると思ったそういう感じの女子なんですよ。ちょっとみんな、そう、カフェ女子系のファッションで、カフェ女子系、カフェ女子系なんです、マジで。なんかほんまになんか映えみたいな。枯葉は張ってない、まあ少なからず。え、嘘ショック。でも本当、私はおしゃれになりたい。ゆらちゃんもさ、おしゃれじゃん。そんなにおしゃれじゃないよ、私は。でもいかに安いちょっと服を買うかっていうことなんですよ、私。これガチ、うん、お小遣いが少ないの。そう、お小遣いはね、ちょっと気づいたらなくなってます。イエイブリコしてもいかんよ、そんな。なんかでも最悪だ。なんかお金はなくなるからな。なんて。そんなんやっても、うん、そんなブリコしたとしても、うん、現実問題、お金はちゃんとうまく使わないとなくなるものなので。ダメですよ。ダメですか？はい、おごってあげなさいって来た。よろしく。かわいい。え、でもほんとみんななんかさ、妹、私唯一妹おらんのよ。うん。そう。そうか。そうなの。そうなんよ。私は妹いるわ。妹いるの？いや、お姉ちゃんだから。ちょっと一回黙ってもらって。かわいい、マジでかわいい。なんか本当妹って感じ、みんなミニスタジオ。妹いいじゃん。じゃあ今度からね、どんどんね、あやこじがお姉ちゃんということで、いっぱいね、お世話をしてもらいたいと思います。ちょっとコラボ終わる、コラボ終わりたい、ちょっとダメ変なこと言い出したから。やっぱね、私はまだまだですね。え、何時までできる？10時まで？え、10時。あ、じゃあもう終わらんといかん、どっちみち。そうなんですよ、私は10時までということで。何歳やったっけ？え、じゃあ当てて、逆に何歳だったか改めて。14歳。え、14歳やろ？違うよ。え、14プラス2だよ。ちょっとコラボ終わろう。終わろう、ちょっと。みんな。いいね。
若い。今何が一番楽しい？私が一番楽しいことはですね、ご飯を食べるときです。おお、普通。え、ねえ、あいこじって蒙古タンメン食べん？蒙古タンメン、うん、食べん。それ何、お店があるん？うん、まあ、お店もあるけど、普通にカップ麺も売ってる。食べたことない。おいしい？うん。もうね、それが好きすぎてね、ちょっとね、本当にね、どうしよう、もうおいしいって感じ。もうさっきもだってさ、甘いやつ食べてしまったもん。何食べたの？なんかコンビニに売っとる、うん、なんかシュークリ、なんかね、見た目はシュークリームだけど、なんか、うん、食べたらなんかもちってしとって、なんかチョコのやつ。あ、でもそれは美味しそうじゃろ。食べちゃったんや。でもまだある、冷蔵庫には。なんかあ、今日たい焼き食べたよね。食べた、美味しかった。たい焼き、たなんかコンビニのたい焼きもある。え、冷蔵庫に。なんかたい焼きではないけど、たい焼きみたいな、なんかたい焼きの形のなんちゃらみたいな。あれは茶碗蒸しは食べた？茶碗蒸し食べてない、まだ。最近はですね。最近は食べてないです。でもコンビニに茶碗蒸しってある？わからないと思う。蒙古タンメン、じゃあメモっとった方がいいですね。蒙古タンメン、うん、めっちゃためになる、ありがとう。やったー、嬉しい。よし、オッケー。なんかね、あ、決勝大会期待してるよって、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。一緒に東京行ったら楽しいね。もう絶対別室にお願いするわ。私はゆらちゃんはちょっと隔離さしとって、やだ、うるさいから蒙古タンメンでも食べとけって言って。蒙古タンメンとあのゆらちゃんは別室でちょっと隔離して、ほんでやだ、いやだ、叫び声とかも多分うるさいと思うから、とゆらもゴン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 、あいこじあいこじ、教えんから。マネージャーさんにあいこじのね、どこはどこですか、教えてください。怖い怖すぎ。いや、本当。え、柏原君まであと2週間だって。え、そうなの？え、今日って何？ 15？ びっくりした。やばい。ほんまじゃ。え、なんかさ、でもさ、え、なんかもうわからなくなってこん？歌いよったら。わかる、それ。なんかさ、これめっちゃあると思うんだけど、なんかさ、歌いよるじゃんか、なんか歌いよるじゃん、こうやって。なんで自分は今歌ってるんだって、なんかなんで自分は声が出せるのかっていうことをなんか思ってくる、だんだん。わかる、なんかなんで自分はこう音を取りながら音に乗せてなんか言葉を発してるのかみたいな、なんかもう哲学思ってこない。え、なんかやばいかも、ちょっとね、そういうあれになってきた、頭が。え、でももうなんかさ、そういうとこまで至るよね、なんかもういろいろ。え、なんかやりよったら、そうちょっとわかる。わかる、うん、ちょっとなんかあれ、なんで歌いよんやろ。そうめっちゃなんで自分は今歌っているんだみたいな、後で思う。なんかなんで歌ってたんだ。なんどうやって声出してたんだって。思うよ。そんな深くまでは考えたことないけど、なんかでも、でもゆら、一個のことに対して何でも考えれるかも。あ、あるわ、それ。マジで思う。それもメモっとくな、一個のこと、うん。え、マジ、一個のことに対して何でもいける。例えば、なんかこれ、携帯だとします。うん。だから、まず、なんでこの携帯は、こう、四角なのかっていうことと、なんで、あの、うん、何この世にこれが存在したのかって。なんで電話は、なんで別の場所におるのに人の声が聞こえるんかとか。なんかね、すごいよね、ゆら。すごいよね。すごい。これもいけるよ。なんでこれは水が入ってるのか。なんで、なんかストローっていうものは、なんか穴が開いてて、なんか縦で、
なんでこれを作ろうと思ったのかみたいな。作った人は誰だ。え、いけるわ、やばい、すごい、何がいけるんかい。何がいけるん、何がいけるんや。すごいすごいチャンス。あ、面白い、さすが。え、でもなんかね、水が目ざやんか、池田ちゃん。うん、やけんね、まあとにかく変わっとるっちゃ変わっとるんよ。え、待って、いきなり、ちょっと待って、いきなりなんか診断みたいな、診断が来た。池田診断。うん、診断。池田診断をすると、はい、あの池田ちゃんって、まあ、あの星座が水亀座なので、だいたいちょっと人とは違った考え方とか。え、そうなん、うん、なんかね、まあ、結構変わってる方が結構多いのよ。え、そうなん。そう、でもなんかそれが何やろ、で天才肌みたいな感じで、え、そう、いい方向に行くから、そのなんかこう、なんでこうなんやろみたいな考え方はこれからもしてった方がいいと思う。マジ、うん、すごい、なんかすごい、最後はすごいいい締めって感じ。これが全部嘘やったらどうする。嘘だったらちょっとやばい。面白い、ピヤン。Yes. っていうことよ。ということで、もうあと3分であなたは寝なさい。私はもうやばいわ。やだ。え、このあと配信するの、アイコジ。うん、ちょっとするわ。何の絵。何の絵。あ、ハートやってって、ハートやりたい、これどうやってやるん、なんか醍醐味って感じじゃないこれ、はい、どうやってやるんこれ、こう、こっち、ゆら、こっち、え、こっち、ゆら、合っとる、合ってない、嘘、こっち、え、私が逆、うん、ええ、どう、こう、こう、どう、みんな、あ、こう、こうやっとけばいい。あ、いけた。あ、これはいけるんじゃないの。どう。いけるんじゃないの。できた。できた。二人とも変えないで。オッケー。一、二、三、四、ゴー。オッケー。いけいけゴーゴー。いけゴーゴー。こじこじまあまあ。こじまあまあ。今日も小島ちゃんはイケてるよ。はい、さよなら。はい、さよなら。イケイケだーだーイケだーだー。今日もイケてる。まあまあ、小島まあまあ。小島小島まあまあまあってか。はーい。あー、面白い。いじりがいがある、本当に。いじりがいがあるはやばいですよ。意味は。面白いわ。はい、これからも、まあ、池田ちゃんでいてね。はい、じゃあね。バイバイ。バイバイ。ありがとう。ありがとう。バイバイ、小島愛子ちゃんのファンの方もありがとう。ゆらのゆらのファンの方もありがとう、みんなありがとう、この配信を見てくれた方もみんな